皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は最近の毎日メイクっていうのをやってみようと思います。たくさんニューアイテムがあるのでチェックしてみてください。それではレッツゴー。それでは早速メイクを進めていきたいと思います。今日はね、結婚式2日前なんですけど、結構結婚式に向けて、崩れにくいメイクだったりとか、ちょっとナチュラルに見えるようなちょっとデパコスというか免税店系の商品も買ってみているので、ここ最近している毎日メイクっていうのをやってみようと思います。それでは最初に使っていくのは、忘れちゃいけないのは日焼け止めだと思うので、日焼け止めを塗っていきます。で、今は10mm、11mm のマツエクをしています。結婚式今2日前じゃない。で、心境をさ、いろいろ今のこの時期のこの感情っていうのは多分一生に1回だと思うので、そういう意味でちょっと語りながらメイクをしていこうかなと思うんですけど、まずメイクアップベースはね、 RMK で買った、これは免税店で買ってきたメイクアップベースになります。 RMK のやつって日本の雑誌とかでもすごく有名というか、かなり取り上げられてるじゃないですか。なので買ってみて、で使ってみたらすごくね、やっぱりお化粧持ちがいいし、しかもさらってしてるのに崩れないっていう、ちょっとお化粧してない感が出せるベースで、すごい優秀だなって思いました。で、お気づきの皆さんもいると思うけど、私ちょっと髪、昨日だったかな、一昨日だったかな、髪を黒くしていて、黄色みがかっちゃってたので、ちょっとその黄色みを抑えて私の大好きなアッシュ系にしたかったので、この8だった8にして、ちょっとアッシュ系のお色味にしました。次に使っていくのはこの RMK のファンデーションで、私はねトーンを合わせてもらって101のお色味でした。ブッシュぐらいしたら、でね、私結婚式準備1週間ぐらい前まではなんかこう花嫁さんが一般的にかかると言われてる、リッチブルーとかあるじゃないですか。あと、結婚式前に花嫁さんってやっぱやることいっぱいあるから、わーってなっちゃったりとか、そういうのがあるのかなって思ってたら、意外となかったのね。お家のにお庭でやるっていうのもあるし、ちょいちょい準備を進めることができたっていう点があったので、そういう意味ではすごいこうわーっていうのはなかったんですけど、実は2日前ぐらいからそれが来たので、今も乗り越えた状態なんだけど、マジで式が近づいてきてて、それでやることがタスクがディテールの部分が多くなってきてて、その細かい部分気にしなきゃいけない部分が多くなって、であとやっぱり日本から来てくれる友達とか親戚の人とかいるので、そういう意味ではこうその人たちがこうトラブルないように、順に行き来ができるように、なんかそういうのをねいろいろ考えてたら、こう寝る時間がなくなったっていうのもあって、やっぱり睡眠不足になると人って結構こう情緒不安定になったりとかするじゃないですか。でそういう意味でなんかこうやることがいっぱいあるけど時間が足りないみたいなのが、何日間か続いて、一回ね、おっぱとすごい喧嘩した、で、おっぱもなんかいっぱいいっぱいだったんだ、なんかお互いちょっとマリッチブルー的な感じで、でもなんかそんなに喧嘩の内容は本当にくだらないことというか、ちっちゃいことだったんだけど、でもね、なんかこういうちょっとした喧嘩とかも思い出になるなと思ってます、今だと今は本当になんかすごく気持ちも落ち着いてるし、そう、何日か前はね、結婚式当日が、今もそうだけど雨が降るんじゃないかって思ってて、予報がさ、
ょっと雨っぽいのね、なんかこう曇りか雨かって感じで、すごい晴天とかではないと思うんですけど、なのでなんかそういう意味でもちょっとストレス溜まってたのかなって感じがします。今はね、だから念のため知り合いとかに雨が降るかもしれないのでっていう連絡をさせていただいたんですけど、そしたらなんかみんなすごい、もうだったら雨当たっちゃおうぜみたいな感じで全然大丈夫って言ってくれて、なんかもうそれですごく気が楽になりましたなので本当にみんなのおかげっていうか周りのおかげで、なんか無事に進められてるなって、こう健康的に心も体も進められてるなって思ってます。あ、で次はね、眉毛なんだけど、このファシオのこっちがリキッドになってて、こっちがあのパウダーになってるタイプをちょっと買ってみたので使ってみようかな。お色は結構薄めなんだね、やっぱリキッドって薄いの多いですね。ただまあこの最後の形がこう綺麗に細く描けるっていうのがリキッドのポイントなのかなと思うんですけど、ちょっと薄すぎるかも私には。パウダーの方ね、着々と進んでいて、もうあとは当日大切な人たちが集まる会だから、みんなの笑顔が見れたらなんかそれでもう満足だなと思ってます。なんでなんか絶対こうじゃなきゃいけないとか、例えば晴れなきゃいけないとか、そういうねなんか欲をね捨てたらねすごく楽ですあのウェディングの準備もそこまでなんかストレス溜まったりとかは今はねしないかな。何日か前かはまだそのマインドコントロールに慣れてなくて難しかったんですけど、でも今は全然、でも結構早く終わってほしいかなっていうのが今のリアルな心境かも。なんかほっとしたいっていうのはあります。それでね、しかも新婚旅行のね、あのチケットをまだ買ってなくてすごいみんなにびっくりされるんだけど、行き先はね、タイとかで考えてるのね。私の姉がヨーロッパに住んでるので、ヨーロッパに行こうかなっても思ったんだけど、今回はもう本当にヒーリングでマッサージツアーにしようってすんちゃんと言ってます。なので、もうあの体がとっても柔らかくなるぐらいマッサージを受けて、であとヨガ、私大好きじゃない、だからヨガをタイで受けてこようと思います。なんか皆さんの中で結婚なさった方とか、新婚旅行どこ行ったんですか、どうでしたか、コメントとかで教えてください。でね、眉毛まで、あ、眉マスカラはこれね、いつものケイトのやつ使いました。でだからね、このクレドポーのアイシャドウを使っていきます。これは305オンブルクレームソロセミマットタイプのものです。それでね、実は今日からね、日本から続々と友達とか家族とか、あとはソウルの方から移動してきてくれるので、あとでみんなに会えると思うとちょっと楽しみ。次はこのモノアイズのG の6番の色です。ちょっとオレンジがかった色みたい、キラキラしてるんで、この真ん中にだけのせていきます。なんか私ね、あの結婚式当日もちょっとその日の気分でお化粧しようかなと思っていて、大体は商品、使う商品は決めてるんですけど、でもなんかこうディテールはその日の、あの顔の状態と気分で色味を決めていこうかなと思ってます。で、これはね、皆さん大好きなイニスフリーの、皆さん大好きなって私が大好きなイニスフリーの29番のお色ですね。マットタイプのものをちょっと目尻あたりにこうぼかす感じでつけていきます。こんな感じ、ちょっと遠い、ここ近い方がいいかな。マツエクしてるので、今日はアイラインは描かないでいこうかな。そしたらね、リップはね、銀座東京資生堂の RD307 っていうお色なんですけど、
あとそういえばチークを塗っていなかったので、この間買った、キャンメイクの、CL01 っていう、まあ、こんな感じの赤のお色なんですけど使ってみようと思います。それではこんな感じの最近の毎日メイクでした。購入品を、まあ、たくさん使って結構ニューアイテムが多かったので、これはまあ4シーズン問わないかな。ベースメイクとかもオールシーズン使えるなって感じなので、まあ私の結婚式前の最近の毎日メイクでした。それでは私も結婚式が2日と迫って、なんかこうせわせわしてるんだけど、でもすごく楽しみっていう感じの心境です。皆さんも無事結婚式が終わるように祈っていてください。それでは最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。